優勝しました大分舞鶴高校の皆さん、優勝おめでとうございます。惜しくも準優勝、柳ヶ浦高校の皆さん、よく頑張りました。優勝校に優勝校にもたがわない素晴らしい戦いぶりでした。両校の皆さんの決勝戦、九州の高麗を決す大会の締めくくりにふさわしい素晴らしい戦いぶりでした。本当にありがとうございます。本大会、昨年は、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、行われた無料開催となりました。また変更いたしまして、兵庫県では先発甲子園2年ぶりに行われました。開会式、仙台育英高校の島の平まで設定いたしました。先生の中で2年分の甲子園、多くの思いを込めてプレーをします。こういうふうに語ってくれました。2年分、この言葉は皆さん、ありがとうございました。